はい、皆さんどうもこんにちは、秀政です。暑い日が続いておりますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はね、大阪駅前ビル行ってまいりましたので、その様子をご覧いただこうと思います。立ち飲みのお店に、今回はね、お伺いさせていただきました。七つ屋さんというお店と庶民さんというお店、2軒回ってまいりました。七つ屋さんに行った後、庶民さんにね、はしご酒させていただいたということで、飲み歩きの方してまいりました。土曜日のお昼ということもあったんで、お客さんもね、そこそこ多くおられましたけども、皆さん楽しそうに飲まれてて盛り上がっておりました。どちらのお店もリーズナブルに美味しい料理をいただくことができました。その時の様子をご覧いただこうと思います。はい、皆さんどうもこんにちは、秀政です。今回はね、大阪駅ビルに来ております。はい、大阪駅前第4ビルの、地下1階の入り口前まで来てるんですけども、今回はね、七つ屋さん、この第4ビルの、地下1階入っていったもうすぐのところにあるんですけども、まあ、そちらの方でね、今回は、ちょっとね、飲んでいこうと思います。はい、それではよろしくお願いいたします。
Thank you.